繰り上げたがあと2つ124分の122の状況なんだけど、最後の最後に残ったのがあれでした。灯火の星で、これね、初めからプラスで生またゼロから果てしない道のりをちょっとやってたんだけど、あのスキルツリーっていう、ね、全然動画では触れてなかったんだけど、スキルのかけらっていうものを集めて、このねスキルツリーどんどん増やせるやつがあって、ちょっとピカチュウだけ倒させて後で話す。自分で死んだよ。ピカチュウ参戦、めっちゃ可愛い。よしよしよし、 OK。 これでスキルのかけらっていうのがねたくさん、あれ集まるんだけど、いや今のは関係ないと思う。でこのスキルのかけらを集めるとスキルツリーというものが増やせて、これをね全て解放しろっていうのが多分最後のクリアゲッターでした、自分。ってことで、ちょうどねぴったし足りるはず。あと70、よし来た。はい。いやもう一瞬に見えるけど、すんごい時間かかってますこれ。またねゼロからスピリッツモードをクリアしてって、まあねスキルのかけらを集めようと無理やり頑張った結果、ちょっと変な形にはなってるけど、これをやったことで、よし来た。最後がここだったよ。コンプリート。なんでドリル。いやー、あんまりね難易度すごい高いっていうのはそんななかった気がします、スマブラ X だっけとかと比べると。あでちょっとね気になるこの124分の123っていうのはね、あと一つはいつものごとく変なのを残してます。サウンドテストでプレイリストを作成する、よっしゃ作ろう。サウンドテストでプレイリスト、どうやって作るんだ。メインテーマ集、へえ懐かしい。あれ違う、こっちから作るのかな。自分ね今作から久々というか初めて聞く曲とかがたくさん、ここら辺最近のカービィとかの最近の曲だと思うんだけど、ここら辺がこれとかがめっちゃ神曲でやばい。ってことで Y で作れるみたい。プレイリストどうしよう、神。いやこれすごい好き。あとポケモン系もね最近の曲全然知らなかったけど、このこれとかすごい好き。あ止めちゃった。なるほどね、なんかスイッチ持ち歩いてプレイリストみたいに聴けるっていうけどさ、これ持ち歩いてイヤホンさすの結構めんどくないって思うんだけど、だから自分でなんか取り込んだりした方が、まあ、効率は良さそうだと思うけど。あスプラトゥーンもね、スプラトゥーン Wii U 時代の懐かしいのがたくさん。スプラトゥーン2がねパッと見少ないのはね多分、あでも増えてるのか、これとかサーモンなんだよね。多分スマブラ開発中にちょうどスプラトゥーン2もなんか時期かぶってて、あんまりスプラ2ないのかなと思ったら、ああるじゃん。なんかデフォルトでかからないようになってるオンライン対戦。まあいいや、そんなこんなでプレイリストを作成したので、はい、コンプリート、もう完全にコンプリートだこれ。最後ロボット
いやー、自分収集要素好きだからちゃんと全部やってよ。あれ、なんもない。クリアゲッターをすべてクリアしたみたいななんか表示が出るかなと期待してたら何もありませんでした。じゃちょっと話すか。クリアゲッター、あのね、基本的にここら辺に組手とかクリアゲッター専門と言っても過言ではないようなモードとかもあるんだけど、この情け無用組手で3回撃墜とかも完全にクソゲーで、多分攻略動画とか出してる人いっぱいいると思うから、まあそういうの参考にした方がいいと思うんだけども、自分基本的にご利用しでなんとかなりました。あんまり難しいって感じなかった。このね、最終決戦めっちゃ長いやつでノーミスで勝利するっていうのは、ピクミン&オリマー使えばなんか割と普通に攻撃力高くて簡単に倒せました。あ、そうだね、大乱闘でちょっとめんどくさいのも結構あって、でもそういうのはあの弟がいるんで弟と協力してやりました。ぼっちの人とかは厳しいかもしんない。なんだっけね、これは簡単で、ガオガエンか、これか。1回の攻撃で40パー以上のダメージを相手に与えるっていうのが、なんかリベンジとかちょっとめんどくさいことをやんないといけなくて、それを CP 相手だとうまくできなかったりして、うん、そういうのはちょっと協力したけど、この何これ、これ多分クリアできないやつをなんかチートでやってくれるやつだと思うんだけど、これも全く使わず、てかなんで Q のこんな中途半端なところで終わったんだろう。さあ残るはスピリッツつっても、もうほんと終わるんだけどね。 あとそっか、まあ勝ち上がりなんともう全員やらないといけないノリなのか、これは。もう新キャラとかはほとんどやって、ここら辺もだいぶやって、あ、ハイスコアナンバーワンが なぜかパックマンになったっていう、これレベル9でやるのちょっと苦戦したんだけど、基本マックスからやって9とかだね。ちょいちょい8台もいるけど、ちょっと喋ってるだけじゃあれだから、最後に一戦適当に潜るか。レミあれ、なんかつい最近やったような、あ、イギーか、それはピクミアンドリまでやったな。ビップに意外といるのか、このクッパジュニア勢は。あー取れない。でもね、村人はね、あれを B で取れるんで、あれ、うん、今作 B 横なんか強化されたのかな。普通に食らってる。マジか、本当に強いな。嘘、あー、ちょっと危ない、危ない。ナイス、君さあ B へ。あー、これ当たったら強かったけど暴発ボーリングで倒しちゃった。この島ができるから、まあ村人的にはこのクッパジュニア勢やりやすいと思う。うわー、すごい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 、え、マジでいろいろガン無視でくるな。おお、すげえすげえ感動してる。あれ復帰できるんだ、よし。うわ、飛ぶ、すごい飛ぶ、本当に PO 攻撃強化されてる。そしてもうクッパジュニアの B 下取ったから、これで余裕なはず。おっと、いや判定マジでけえ、あれほら出てない。いや嘘、いや当たっちゃう、それ油断してると進んじゃうよ。うーん、そう、うまいな、ちゃんと
いやまた当たる、危ない。あ、終わったパチンコ強し。いやでも意外とギリギリだな。普通にビーコンがこんな強化されてると思わなかった、クッパジュニア。ってことで前半雑談、後半適当に潜ったオンラインマッチ、もう完全クリアが本当に近づいてる気がする。